から起きれないというのは実はエネルギー不足なんですね。だからちょっとエネルギーをこうやって充電してあげる。あ、押さえてください、うん、エネルギーちょっと充電をこうやって手当てしてあげるかな。はい、起き上がってみます、はい、あ、ごめんなさい、頭打った起き上がりますね。別に僕は触れてただけですよね。でエネルギーが入ったら実は、できないことができるようになるんですよ。私にはできないと思っている人、実は簡単に言うとエネルギー不足です。で、あの病気の人も簡単に言うと気が病んでる、エネルギー不足です。そこでやってほしいのはうつ伏せになると思って、まずビフォーのプレッサーをしてもらって、アフターはこんなことです。これやって気持ちいいでしょ。気持ちいいんですよ。僕はもうあれ、あらゆる道具をね、全部ね、こういった遊び道具に変えちゃうからね。これは今手でこうやってやってるけど、タカさんそこ木刀を持ってきてください。怖いと思うんでしょ、木刀やったら。気持ちいいんですよ。うん、いくよ。はい。はい、ボリューム。これやってもらったらもう。気持ちいいでしょ。要望があるね。こここういうふうな状態で、うん、そうやって斜めにすると当てやすいですね。こうしても、いや、もうもちろんそうするのかなと思ったんですけど、もうこうやって突き刺してるのどっちでもピンポイントでも、ここはこういうとこ、ね、ピンポイントで、はい、これで押さえてください。はい、もう立ち入れてください。スーッと立ってるでしょ。これでいいよ。本当は手ですよ。本当はどうするのかと思うとね、まあ、お遊びやるから本当はこれで見ててね、今これとか木刀になったんだけど、本当はこうやってこっちからするの、僕は大体こうやってポキッて言ったら、手ここ入れてみて、どのくらい僕は力入れるの、どう？そんなのでしょ、中にグワーッと入ってくるんです、なんかこれだけで緩んでるから、ね、背中が。本当はこういうふうにします。でどうしてもね、これやるのにみんな力入れちゃうんですよね、初めての人で。これはこうやって力離脱してくれるんですよ、広がって。逃がしてくれるから、安全にするためにこれを使ってるだけ。だからまさか初めてする人にこんなん使わせたりしません。安全どころだと危険なんだからね、これはエネルギーが逃げてくれるから、誰でも上手にできる。あ、ビデオ撮ってる。あ、YouTube に出たらみんなこれで施術しはるよ。施術家とか治療家いらなくなるよね、みんな真似してね。これだけでもすごく楽なんですね。はい、じゃあお互いちょっとこれ